原田正夫、1934年、甲子園で開かれた日米対抗陸上競技会にて、2位の原田は15メートル75を飛び、1位の大島、元吉と共に世界記録を更新した原田正夫は日本の陸上競技選手、1936年ベルリンオリンピック銀メダリスト、1912年9月22日、京都府亀岡市、 ソガベ町最上出身。京都市中、三考、京都帝国大学法学部卒業。後藤江家に養子に入ったため、藤江生を名乗った。1936年、ベルリンオリンピック男子三段跳びに出場。15メートル66をマークし、銀メダルを獲得した。金メダリストは、同じ京都帝大出身の田島直人だった。田島は、 オリンピック2年前に両者が出席して、京都大学陸上競技部紙に掲載された三段、飛べ座段階では、大島さんと原田さんが行くことになるだろうと発言していた。原田は、後年、田島と顔を合わせた際に、まさか、ベルリンの三段で、あんたに負けるなんて夢にも思わなかったなぁと、話したという証言がある。総幅飛びでは、日本選手権で4度優勝している。 大学卒業後、日立製作所に就職した。禁断で、メガネは手放せなかった。2000年1月22日、呼吸不全により成去。87歳つ。ありがとうございます。